はい、実況させていただいてます。シロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、プレイステーションのですね、北斗の拳ね、こちらをやっていきたいと思います。なんか知らんけど、これ、また画面切りておかしなっとるし、おい。これや。でええねんつうのよ、お前。はい。これね、プレイステーション版ですね。はい。ちょっと待って、これ、時間かかりますからね。戦いだけをね、済ませていきたいので。お前ら、この男、殺してやれ。あー、くそ。これボスですね、多分ね。どうした？たった一人の男に何をしてた？あー、どこ狙ってんね。あ、そうだった。うわー、ちょっと待って。当たってない。あー、惜しかった。くそ、遅かった。これは見ましょうね。貴様の剣などかほども効かんわ。ぶっ殺してやる。お前はもう死んでいる。何？はい、これでね、ちょっと待って、またまあ、ちょっと飛ばしますから、これはね、もうストーリーは全部ね、戦いだけをね。あー、これね、種もみのじいさんね、これ殺されるんですよね、確かね、かわいそうに。はい、死にたくなければやめておけ。北斗だろ、バカめ、死ね。ああ、頼みじいさんね、追われてるのに。しまった。覚悟はいいか。こいつおったな、何やったか、スペードとかダイヤとかあの辺のやつらやな。うん、あったね。覚えてよ、必
ず貴様を殺してやる。必ずだ。うん、これでね、一応まあ一旦退散するからまた後で出てくるんやろうけどね。うん、あ、また出てきた。次は貴様の番だ。地獄に送ってやるぜ。うわ、よし、勝った。うん、北斗、残海剣。これは708ある経絡飛行のうち遠いと言ってな。この指を抜いてから3秒後に貴様は死ぬ。待ってくれ。その3秒間に自分の罪深さを思い知るがいい。うん、嫌だ。俺はまだ死にたくねえ。死にた、死に、死にたわ。ハートですね。うん、出た、ハート。最初に言っておこう、北斗神拳は無敵だ。さあ、それはどうですかね。これもボス戦ですからね、これはね、強い、強いと思います、ある程度ね。あー、くそ。うん、ああ、しまった。ああ、しまった。ああ、間違えた。しもうた。意味ないや、間違えたら。コマンド複雑なんですよ、ボスはね。よし、行った。うん、何かね、今のは。そんな技では私を倒すことはできないと言ったはずですよ。うん、北斗神拳の前ではお前は脂肪の塊に過ぎぬ。うん、負け惜しみはそれぐらいにしなさい。無駄だ、お前はもう死んでいる。うん、何、私の肉が、出た。ヒデブ出たね。一番有名なね、うん、断末魔の叫びね。この件。あ、これは強いな。絶対強いと思う。貴様は殺す。貴様に俺の剣が見切れるか。うん。これ絶対強いですよ。あ、強え。お、これである程度ダメージ与えられるんですよね。
あ、間違えた。クソ意味ないや、間違えたら。もうやるな。あー、どこってんね。うお、強えわ。よし、ダメージ与えられる、これで。よしよしよし。よし、あー、惜しい。もうちょっとやのにな。よし、決まった。十字山ね。もうここだけ見るか。サザンクロスだ。この町のすべてがお前のものだ。何も考えなくていい。すべてがお前の意志のままに動く。これでもまだ心は動かぬか。し、私の心は変わりません。私の心が変わらない限り、あなたは同じことを繰り返すでしょう。いえ、もっとひどいこと。ユリア、何を。罪もない人が何人も苦しみ、そして死んでゆく。そんなことは私には耐えられない。ああ、これね。でもこの後ね、五社制のね、五社制の人たちに助けられるんですよね、このユリアはね。で、結局ね、死なずに済んでね、はい、最後まで俺はユリアの心をつかむことができなかった。ユリアの中にはいつもお前がいたからだ。ユリアのために築いたこの町があいつの墓標になってしまった。こんな町も権力もただ虚しいだけ。俺が欲しかったものはたった一つ、ユリアだ。
墓標をね作ってやったんですね。ケンとキングの間にそんなことがあった。でもケン、なんでそんな奴のために墓を。同じ女を愛した男だからだ。壮絶なる戦いの末、真を倒したケンシロウだ。ケンシロウの胸の中には例えようのない虚しさが残っていた。終わることのない旅の果てに、ケンシロウは自分の生きる理由を見つけ出すことができるのだろうか。じゃねえ。ビレニープリズン、また逃げ出したんか、ジャックらは。ああ、こいつね。そう。これ、デビルリバースね。こいつ強かった気がするねんけどな。どうやって倒すんや、こんなの。うわ。ちょっと待って。これどうすんの、これ。どうすんの、これ。どうやって倒すの、こんなの。ああ、そういうことか。近寄ればいいのか。ああ、なるほど。そういうことか。もう一回近寄らなあかんねんな。うわ。とにかく近寄らなあかんねんや。近寄ってあれしなあかんねんな。ああ、死んだ。なるほど。もはや、これまで。待って、ショーの始めからってやってもしょうがないもんな。めっちゃ減るな。あれ、これどうやって、はい、あれ、ちょっと待って、どうやって戦闘モードに入るんや。あ、入った入った。あ、難しい、めっちゃ難しいやん、これ。これ、とにかく避け続ければいいってことか。そうすれば戦闘モードに入るんやね、そのうちね。よし、入った。あー、くそ、これは難しいわ。早すぎるわ。見極めるのが難しいわ、これ。もはやこれまで。これね、見極めるのが大変やな。このボスの曲好きなんですけどね。まずトネが避けまくると。あ、しまった。こうやってもだ。あ、しまった。化け物やな、ほんま。あー、くそ。難しい。早すぎるわ。違うな、どうしても。あー、くそ、難しい、これは。こんなんちょっと瞬時すぎるやろ。あんなん一瞬で見極められるわけないやん。これ昔めっちゃ手こずった記憶あるんですよね。反射神経がな、これ。あー、違った、もう。しかも多いねんな、コマンドが。
な、難しいな。いやー厳しいなー。これ次でちょっとダメだったらやめますわ、とりあえずね。うん、これね、やっぱりね、動体視力のね、限界ありますよ、これ。動体視力の問題ですね、これ。もう、年齢的に厳しいですね。あんな一瞬で見極めるのは難しいよ。あー、くそ、こんな早すぎるわ。2つぐらいが限界ですよ、これ。6個ぐらいありますからね、6個か7個ぐらい、コマンドが。あかん、くそ、厳しいわこれ。あ、惜しい、あ、惜しいな。くそ、あと2つやったのに。惜しかったな、今のはめっちゃ惜しかった。これおそらくな、これ。これが最後のチャンスやな。あー、もうあかん。もう、これダメですね。無理やわ。もう体力ないからな。食らうもん、こんな。もはやこれまで。あと一回ね。あと一回やりてみましょう。これでダメだったらもう諦めるしかないな。うん。惜しいとこまで行ってますからね。これね、昔もめっちゃ手こずった記憶あるんですよね。なんかね、一番強かった気がしますよ。他の面よりも。他のとこよりもね、こいつが一番難しかったって印象がありますね。結局ね、縦ですからね、横の方が慣れてんですよね。コマンドのボタン出るのがね。縦に出るからやりにくいんですよ、これ。あ、惜しい、あと一個。くそ、惜しいな。こんなん避けれるわけないな、こんな攻撃。どうやって避ける、こんなん。こんなん避けれるわけないや、こんなん。あかん、あと2つやんけ。あの、なんか変な飛び道具の波動砲みたいなやつは避けれるな、なんとか。岩は避けられへんな、こんな。岩は避けられへんよ、こんな。あー、くそ。これはね、難しいわ。おそらくね、ラオウとかよりも強いんじゃないですかね、こいつの方が。ラオとかの方がなんとか、なんとかまだ、なってた気がするけどなぁ。よっしゃ、いった。ああ、倒せた。北斗、七死聖天。なんだ。お前、何した？ああ、これね、北斗星のね、形にやってるんよね、これね。お
それにしてもでかすぎるな、こいつは。でかすぎる。うん。あなたは救世主。よくぞこの悪魔を倒してくれた。そいつはお前の弟ではなかったのか。冗談だね。こんな化け物。兄貴。また得意の芝居で説得してみたらどうだ。説得できたらお前は助かる。待ってください。助けて。死んじまう。一瞬に消えすぎやなこれ。奴らのために祈る言葉はない。その弟たちのためジャッカルを倒し親の敵を討ったケンシロウだが、この荒廃した時代、今この瞬間にも弱い者が嘆き苦しんでいる。果たして全ての民が手を取り合い生きていける日はやってくるのか。はい、一旦ねこれで終わらせていただきます。また続きはあるかどうかちょっとわからないですけども、とりあえずね、ここで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いします。